これでよしと。いや、最近うちの銭湯も柄の悪いお客さんが増えて、最近常連さんが来づらくなっているからな。これからは少し厳しくいかないとな。おじさん、こんにちは。おお、市役所のお姉さん、久しぶりだね。最近ちょっと仕事が忙しくてね。あ、そうなんだ。でもこの商店街をもっと良くするために俺頑張んないと。いつもありがとうね。それじゃあゆっくりしていってよ。ありがとうね、おじさん。あれ、おじさん、その看板は？あ、これはね、最近柄の悪いお客さんが増えちゃってね。ああ、そうなんだ。邪魔したね。お姉さん入ってんのか。市役所のお兄さん入れずに入ってんだ。え、あんな真面目そうな人なのに。人は見かけによらないな。まあでも次来た時は多めに見てあげるか。おじさん、こんにちは。おお、剣坊、部活帰りか。そうだよ、僕今度ね、ピッチャーで試合出るんだよ。もうそうか。じゃあ剣坊は将来プロ野球選手だな。もちろんだよ。じゃあゆっくりしていきなさい。ありがとうですね。剣坊、邪魔したね。剣坊、お前もか。お前まだ中学生だろ。確かにプロ野球選手大体入ってるけど、だとしてもちょっと早くないか。まあでも次来た時は多めに見てあげるか。やってるかい。あ、町内会長さん、どうぞゆっくりしてって。ありがとうね。ちょっとだったらいいよ。え、お、本当かい。あの、背中全体に上り竜じゃなければ。邪魔したね、会長さん。背中全体が上り竜なんだ。常連さんのために作った看板のせいで常連さんが減ってしまった。え、柄の悪いお客さん増えたんじゃなくて元からそういう客層か。そう、参った。お、やってんのかい。あ、いらっしゃい、どうぞ。あ、おどけ。あ、すいません、柄の悪いお客さんだ。知るか、意味なかった。